層峠だって行けるのかな。あーっと待って、ダメかなと思ったけど、これは何でしょう。これだけだと入ってもダメっていう風には私見えないんですけど、とりあえず行けるとこまで行ってみようかな。ちなみにここは何だろう。ここも当然林道でしょうね。あ、あっちの方に道が。でも何だろう、冬季閉鎖なんか、それとも災害で通行止めなのか。いや、なんかあそこ崩れてますよね、絶対に。あそこは道塞がってんのかな、開けてあんのかな。斜面結構沢っぽくなってるとこ多いからな、何かちょっと大雨降ったらすぐに崩れたりしてるんじゃないのかな。ん？でもまあ今のところなんかこれはダメだ感がないな。お、何？あ、これ正面岩肌をくり抜いてあるけど、お地蔵さんでも祀ってんのかな。ん？ああ、ここ横304かこれ。何かなと思ったけど、304かそこ。ああ、304からここ繋がってんの。脱出用の穴か。ちゅうか、この上上がれるんだ。ちょっと気になる。ちょっと上がってみよう。まあ、ただこのトンネルの上上がるだけですけどね、めったにないんで。ではちょっとそこから上上がってみっか。爪跡がしっかり残ってるところを見るとやっぱり来る人いるんだね。トンネルの中は覗けないか。よっしゃーっと、別に特に変わったものはないね。あ、危ない。うん。わ、でも眺めいいな。道消えそうだからずっと行けるのかな。来たとこ見てみようかな。うわ、眺めいいね。
けさっき見てた崩れた跡は、跡があるだけでやっぱ綺麗になってるみたいだね。ちょっとまだ泥がうっすら残ってるというか、車が通った跡あるな。最近かどうかは分かんないけど、注意で JA 共済って書いてあるけど、あんな広告っぽい標識もあんのか。どこまで続くんだろう。舗装峠っていうのが全然聞き覚えないとこなんで、どこまで通じてるのかちょっと想像がつかないですね。こっから見てってもどっか向こうの正面の山肌のなんか道っぽいような筋が見えるんで、結構遠くまで行くのかな。それにしても結構、広くてちゃんとした道ですね。今のところさっき通ってきた上花線よりもマシって言えるかな。あ、誰か人入ってるわ。やっぱりリュック担いで、なんだ、山菜採りか。あ、聞いてみようかな。あ、すみません、この道ってどっか抜けるんですか。抜けるけども、あの、ただね、手順あるんだ。そのトンネルの左側とそれ以上行ってもダメ。トンネル抜けて左は行けるんですか。あ、すみません、ありがとうございます。はい、だそうです。一応抜けれるって書いて、トンネル抜けて左か。ちょっと逆にまっすぐ行くとじゃあどうなってんの。単なる行き止まり。よく見たら今のこの道ずっとナビに出てるな。っていうことはそれなりにしっかりした道ってことだよね。おそらく少なくとも舗装はされてる林道だと思います。これこのナビの画面見ると、もう下の方にちょこっとつながってる細い道があるんですけど、そこへ出るのかな。ちょっとまだ全体像は分かんないんですけど、もうだいぶ山奥って感じですね。入り口柵してあったのもあるし、この方向からの入り口もそんなに分かりやすくもないから、バンバン人が入ってくるような感じではないのかな。
でもまあレベル的にはどうだろう、うん、1プラスぐらいかな。それだったらまあ普通にも入ってこれそうだから、これ以上特に傷んでるところがないんなら普通にツーリングコースにしてもいいかも。ああ、街が見える。へえ、ちょっと手前の木で隠れちゃったな。わ、なんか田んぼで水張ってるのか、なんかすごい水面がキラ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 、特にキラキラはしてないけど水張ってるのがよく見える。あたりがさっき向こうから見えてた道路かな。あ、やっぱりそうだ。やっぱりこのまま、あっと、砂、気をつけよ。やっぱりさっきナビに見えてた下の方に繋がってた細い道へ繋がるんだ。わ、ここ何、こんなでっかいの崩れてきたのか。あー、ここが行けないって言ってたところか。どうなんだろう。これ今ここなんですけども、多分こっち側が正しい道なんでしょう。こっちは何だろう。まあ、まだ車も入った跡があるんで、道も踏み固められてますから少し覗いていきましょう。あんまり広げりゃもうやめますけど。ああ、なんかこれは完全に、なんかもう山奥へ入っていく道ですね。あ、なんかナビも道から外れていってるんで。あ、待てよ、でも舗装峠っていうのはこっち行かなきゃいけないのかな。そこはちょっとわかんない。これはどこ行くんだろう。さすがにナビにも乗ってないか。いや、新品タイヤ履いたのはこんな道走るためじゃないんだけどな。結構いけるぞ。なんだろう、工事でもしてんのかな、通行止めっつうのが。うん、あ、やっぱナビ画面から完全に外れてるんで、やっぱ違うんだな。いや、そりゃ分かっちゃいたんだけど。あ、でもこっちはこっちでずっと、あ、車いるよ、この先にも。ほら、見えるかな、真ん中あたりにポツンと車止まってるわ。あそこに見える道ずっと行くのがここか。どこまで行くんだろう。今のところそんなにひどい道じゃないんで、まだまだ入っていけるんで、本当にもう、本当の限界になると展開自体がもう難しいんで、限界一歩手前ぐらいまで行ってみますね。Thank you.
が入ってきてはいるんだけど、さすがにちょっと走りやすいところでないとね。あ、ここにも車いるよ。気づいてるかな。なんとなく舗装峠っていうのはこっちでいいような気もしないでもないんだけど、よいしょ、ちょっとわだちの跡が深かったりすると走りにくいな。やっぱフラットじゃないとね。いいか、いいかして。ひどくないとは言っても、やっぱり大型のオンロードバイクではちょっと骨が折れるな。暑くなったんでスクリーン上げるか。ちょっとここは逆走になっちゃうけど、さすがに走りやすいとこじゃないと、走りやすいとこ走らないとこっちもなかなか厳しいんで、こういうとこは株の方がまだまだ楽だよな。さっき車見えてたところはそこ、この先かな。あ、すごいすごい。うわ、見晴らし最高。ちょっとここで一枚写真撮ろうかな。ちょっとすみませんね。車、他の車大丈夫かな？倒れないね。よし。よいしょ、わあ。景色いいよ、ほら。でもどこだろうね。ちょっとナビの縮尺変えたら道乗ってるかな。よいしょ。タイヤも新品で、前後とも新品で、ゴム厚もあるから、めったにパンクはないと思うんだけど。よいしょ。先へ進もう。いや、楽しみだな、ここ。この先なんだろう。いや、行き止まりだとしても、まあ、バイクで行けるんであれば、それはやっぱ先見たくなるわ。
確かそこら辺に見えたと思うんだけどね。それともさっき見た車が K で自分が進んでる間に降りてきたのかな。なんか細長いシルバーのセダンっぽく見えたんだけど、あ、やっぱいるや。ほら、こんなとこまで入ってきてんだこの車。どこ行ってんの、こんなとこに車止めて。山で回ってったのか。うわすげえ。わあ、これちょうどいいとこに止めてるな。ここに止めれば、あ、こう背景に写真撮れたのに。他どこ歩いてったのかな。この道もこのままどっか向こう抜けちゃうのかな。あ、そう、ちょっとナビで縮尺変えてみようと思ったのに見てなかったよ。ちょっとこの辺ボコボコが大きいな。ここはえぐれてるな。ここはちょっと道がだいぶ広いぞ。わっと、ちょっとな、これあっとっと、うわ、よいしょ、おっとと、ここら辺とかトラクションコントロールを強めといた方がいいかもしんねえな。あ、なんか工事車両だ。工事してんのかな。うわ、ちょっとこの辺からだん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 道の荒れ方がひどいな。まだまだ道は続くんだけど、あれ、あ、ここまで行くのかな、もしかしたら。ちょっともしかしたらさ、あの辺にもなんか山道あるけど、こうずっと行ってるのかな。はあ、ちょっとこの先も結構ボコボコで危ないな。ちょっとこ忍者この辺までにしときましょう。なので一旦さっきの舗装路まで戻ります。ここはあのまた下部でアタックしに行きたいと思います。はい、下部だったらまだこの先進めそうですからね。よいしょ、じゃあまた近いうちにここ来ますね。あ、ちょっと待って、ここになんか標識があるや。ここの林道の名前なんかな、もう全然わかんない。あ、これ書いたんじゃなくてなんかシールみたいなやつを転写したやつが、全然読めねえな。読めないけども、あ、本当に不法投棄の布団が、あ、こっちなんか書いてある。違う。これなんていうの、富山の百山。袴星？そんな読み方じゃないと思うけど。この林道は何だろう。植
昭和51年度竣工。名前が全然わかんない。誰か教えて。書いたやつだったらね、字の跡が残るんだけど、貼り付けたやつはなぁ、わかんない、これ。わかんないけど、まあまた来ますよ。よし、では、とりあえずそこの舗装されてる舗装林道の方を、続き行きます。トンネルは、はい。平スキー場って書いてあるな。スキー場なんてあったっけ。あったんでしょうね。うわっと、でっかいドコボコ。舗装峠っていうのは何、どうなんだろう。この道でよかったのかな、結局。いや、この道自体が舗装峠っていう道じゃないんでしょうけども、舗装峠自体が一体どこだったのかっていうのは全然わかんなかった。やっぱりあのダートの先なのかな。とりあえずまあこの道はこの道で、まあ走破と名前もわかんないんだけど、標識でもあればいいんだけどな。名前が分かんなければちょっと動画にも上げづらいな。来た時じっくりっていうのも結局またいっぱい溜まってきたな。あ、なんか書いてある。あ、自然歩道、遊歩道があるんか、この辺りずっと山道歩く。なるへそなるへそ。ちょっと遊歩道もね、気にはなるけども、さすがにバイクで走れない道は今日は特に、行く必要ないでしょう。
やっぱこの舗装路は本当にツーリングコースに入れても、うん、本当に人に嫌がられなさそう。あ、ここがスキー場か、この上が。ここか、はいはい、あ、そういえばスキー場の看板あったな。こんなところに出てくるのか。いやー、ここはちょっと和也にとっては思い出深いコーナーですよ、本人記憶は残ってないそうですけど。ということで、あ、ちょっと待って、今のところ名前どっか書いてなかったかな、ちょっと確認してこよう。あ、やっぱこっからでも舗装峠って書いてあるし、今の通ってきた道が舗装峠通じる道ってことでいいのかな、やっぱり。でもこの道自体がなんていう道なのか、あ、あ、待って、違う、これはまた違うわよ。林道、あれ、大平線っていうのか太平線というのか、これってさっき取ってきたあそこになかった、城花線の途中にも、これどういうこった、城花線からずっとなんか分断しながらここまで来てんのかな、それとまた同じ名前で全然別の路線なのかな。飛び飛びで行ける林道なのかな。ここ終点だけど、これは こっち側の道ですよね。ちょっとここの今走ってきた道、名前わかんないですけど、ちょっとまた帰って調べてみます。はい。ということで、舗装峠、舗装峠線とあえて、名前つけておきます。舗装峠線、これにて終了です。